オリパはガチャよりくじ派。下川チャンネル。皆さんこんにちは。本日は私の相方カワさんが超おすすめするガチャをやってまいりました。カワさん曰く、そのお店のDMのガチャは入れたお金を下回ることがほとんどないと、もう入れたら入れた分以上のものが返ってくると、そんな理不尽なことがあるかっていうぐらい、もうゴリゴリにゴリゴリでゴリゴリなくらいゴリラなのかっていうぐらいね、私にすごい勧めてきたわけですよ。ということで、そのお店のポケカのガチャやってまいりました。こちら、ビッグマジックナンバ店、天国か地獄か1000円ガチャ。天国行こうぜ。君はどちらを手にする？ということでね。当たり一覧がプレシャスボールの UR、 そしてアセロラ、まあ、この辺ですね、まあ、この画像のものが当たりになってるらしくて、ハズレは1パックプラスダブルレアということになってて、まあ、激渋と書いてございますね。ということで、今回はそれを6パック6000円分やってまいりました。塗布一丁ということで、本日こちらを開封していこうと思います。じゃあ一つ目は、あーもうこれパックがね、ある時点でもうすでにって感じなんですけど、はい、こちら、当たりじゃん。え、当たりじゃん。なんで？霞のお願いの SR でございます。じゃあこれあれなんや。当たりでも一泊ついてるんや。へえ、めちゃくちゃいいやん。一泊目から当たり、ありがとうございます。霞のお願い SR 初めてやん。で、これがフェアリーライズのパックですね。最近結構ね、入荷されてきて。いやね。はい。ということで、あ、サーナイトとネットボールが出ております。私のね、最近の動画は結構ガチャ開けてないんですけど、なんでかっていうと、オリパの方がなんかこう、パッて一回引いて、もう当たりっていうのがあるんじゃないかなと思って。あ、これは外れかな。ネクロズマ、暁の翼、ダブルレアです。っていうので、ちょっとガチャをね、ちょっと避けてたところはあったんですけど、一パック目が当たりか。はい。デスカーンですね。デューマが強いってことは、ポケコンも強いんでしょうか。あ、これは、スカイレジェンドだ。どうですか？あー、ダブルレア、シルバ TGX ですね。じゃあ、こっちになんか入ってること期待しましょう。最悪、ワンチャンね、パックになんかめっちゃ当たりのカード入ってたら、全然取り返せるっていうパターンあるんでね。はい。そんな夢みたいなことはあんまりない。この間ね、あげた日本橋のね、ショップ旅の中でもね、紹介させてもらってるので、そちらもチェックしてほしいんですけど。はい。アーマーシャドウのダブルレア。はい、一泊目に当たり出たから知らないな。で、まあ、その中でもね、この、ビッグマジックさん紹介させてもらってるんですけど、結構私今までこのポケカの激辛くじとかっていうのをいろいろ引いてきてて、あー、グラジオ TR じゃん。TR。グラジオさ、一番かっこよくない？でもやっぱカワさんがね、ここのガチャいっぱい買ってるんですよね。で、ポケカのガチャも結構前からずっとあってんけど、なんか毎回売り切れてて、あれやろな、結構やっぱいいっていう風になってるから売り切れてんかな。よし！頼む！そろそろもう一個ぐらい当たり来てもいいんじゃない？不足無者のダブルレアでございます。あ、霞で終わっちゃうんかな？よし！カーン！お、Uターンボードがありますね、グッズ。さあ、ラストパックでございます。今のところだと、もう入れた金額よりちょっと下回ってるぐらいなんで。あ、最後、当たってるかな？当たっててほしいなと思います。パックから。じゃーん。あ、スカイレジェンドだ。ほんで、ラスト1枚は、これ。おー！来た！来た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 ！グズマの SR！ 当たり一覧にもありましたね。グズマの SR2 種類あって、これはね、ウルトラシャイニーの方ですね。私はこっちの方が。好きですよ。で、グズマ嬉しい。もう絶対デッキに入れてるし。いや、SR 出てくれへんかな、ここで。はい、どうでしょうか。あー、これは、パックはこんな感じ。本日はビッグマジックナンバ店さんにて、ポケカ天国か地獄かガチャ。1回1000円のものを6回やってきた結果、こんな感じでございました。まあ、冒頭に言っていた、川さんからの説明通り、まあ、入れた金額を上回りはしなかったけど、まあ、そんなに下回りもしなかったという。で、結構良かったんじゃないかなと思います。まあ、次はもうめちゃくちゃアドが取れるようにやってみたいと。思います。皆さんもね、大阪来られる際は、こちらのガチャもしあればやってみたらどうでしょうか？ということで本日もご視聴本当にありがとうございました！よろしければチャンネル登録そして高評価の方、ぜひよろしくお願いします！以上本日の下川チャンネルでした！